これも収録して押せばできてんのかな？なんか時間制限とかあったりしない？大丈夫かな？ 30 分とか。大丈夫かな？初めてこのモード使うから。画面的には一緒だから、多分大丈夫なのかな？なんかでも、エモーションとかあったかな？あったかな？スカイプ。どういうことこれ。逆にはインバイトしてもらった方がいいですかね、なんか。いや、多分一緒だと思うからこれで大丈夫と思うんで。まあダメそうだったら、ちょっと切り替えましょう。あ、わかりました。うん。ちょっと待ってください。ちょっと今馬娘やってたんで。やってます？いや、やってないんですよ。別にすごい、人気っていうのは聞いてるんですけれど。うん。面白いんですかね？いやー、どうなんですかね。自分も、なんかこういう、結構なんだろう、バズったりするソシャゲとかってやらないタイプなんですけど。はい。ちょっと、なんだろう、方向転換じゃないですけど、ちゃんとこういうのをやってって、流行に乗り遅れないようにしようかなと思って、今回やったんですけど、僕、競馬とか全然知らないんですよ。うん、リアルな競馬かけたことも多分ないと思うし、見に行ったこともないし、馬の種類とかも全然わかんないし。はい。競馬知らない人がやってるんですけど、まあ、結構面白いっすね。まあゲームなんで、まあ、競馬ゲームってなんか大体イメージつくと思うんですけど、こう育成してレースに勝つっていう感じだと思うんですけど、まあ、大体そんな感じなんですよ。はいで、それで、走ってるのが馬じゃなくて女の子ってだけってことっすね。はい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 。うん。よく言われるのが、パワフルプロ野球ってあるじゃないですか。パワープロ。あ、ありますね。うん。あれと、なんだ。競馬のゲーム。有名な競馬のゲーム、なんつうんでしたっけ。ダービースタリオンか。はい。を足して2で割った感じのゲームなんで、まあ、パワープロ昔からだったじゃないですか、昔やったことあったんで、まあ、その感覚でやっている感じですね。なんか競馬ゲームってよりかは、その育成ゲームって感じでやってるんで、楽しいっすよ。なるほど。なんか、アプリ売上がすごく、ものすごいっていうのはなんか、見たんですけれど、うん、流行ってるっていうのを見てるんですけど、実際やったことなかったんで、うん。吉中さんもやれたらちょっと、本でなし、びっくりしました。いや、でも自分もやってみて面白かったんで、まずやってみようかなと思って、やってみたんですけど、なんかそういうの、結構始めようと思ってなかなか始めらんないことを自分多くて、はい、はい。いいかなと思ってやんないんですけど、ちょっといろんなこと、まあ、いろんなことというか、まあ、こういうのやんなかったんで、ちょっとやってみようかなと思って、やってみて。で、やってみるとやっぱり、結構、その最近のソシャゲって、システムとかがすごい複雑なんですよ。よく作り込まれてるというか、いろんな要素があって、やっぱり始めた時は、結構だるいんですよ、やっぱり。だるいんですか？うん、仕組みをこう知らないとダメとか、はいはい。いろいろ要素、ゲームの要素があって。ああ、なんかシステムがこう、いろいろあって、それちゃんと、知らないとなんかうまくできないみたいな。そうなんですよ。だからそこはちょっと初め我慢しながら、やったっていうのはありますね。はいはいはい。うん。で、あとはもう慣れって感じでしたね。なんかでも、なんか、最初になんかこう、アプリをインストールするときに、うん、なんか、特典とかなんか、ランダム的になんかこう、もらえるものとかがなんか、あると、こう、何回もアプリをなんか再インストールして、なんか一番最初の状態で良くするみたいな、なんかそういう聞いたりして、しますけれど、うん、そういうのもなんか、あったりするんですかね、その。うん。一応、馬娘にもリセマラ要素はあって。あ、リセマラですね。うん、一応なんか強い馬を、はい、一番初めにガチャガチャ引けるんですけど、まあ、それで強い馬が出るまでやるみたいなのがあって、
うん、あるんですけど、まあ、自分はやらなかったですね。あ、でも、やると大変ですもんね、なんか、何回も何回も。うん、そうそう、そうだし、そもそも、どれが強いのかとか、どれが弱いのかとか、全然わかんなかったんで。多分なんだろう、競馬、一応競馬のその、実名が使われてるんですよね、馬の名前は。はいはいはい、はい。オグリキャップとか、シンボリルドルフとかいるんですけど、多分実名が使われてて、で、なんかいろいろ許可取って、ちゃんと、やってるらしいんですけど、そもそもその競馬が好きで、例えばそのオグリキャップっていう馬が昔からすごい好きだった人とかは、多分それが当たるまで、リセマラするとかっていうのはあるんじゃないですかね。はいはいはい。うん、僕は特になかったんで、何でもいいかなって感じでやりましたけどね。なるほど。うん。面白いですよ。なんか、自分、ポケモン GO とか、うん。あとなんか、昔遊戯王のなんかオンライン対戦ができるなんかこう、やつが、ゲームはなんかそれで、ちょっと遊んだぐらいしかなくて、基本やらないんですよね、ソシャゲって。まあ、うん。それは何ですかね、一番の理由としては。ああ、なんだろう。スマートフォンでゲームするっていうのがなんか、あんまし、慣れてないっていうか、ゲーム機で遊ぶとかっていうのが、うん。そうですかね、わかんないですけど。ああ、まあ、ゲームといえば、コンシューマー機で、スイッチとか、ああいう PS5 とか、ああいうの買ってやるのが、そうですね。うん。身についてるというか、あるからって感じですかね。まあ、確かに、ね、スマホでやるっていうのは最近だし、まあ、基本スマホでやるゲームって、ソシャゲが多いじゃないですか。はい。だから、コンシューマーゲーと違って、で、ソシャゲって、スタミナみたいな要素があるんで、ずっとやってらんないんですよね。ああ、はいはい。うん、どうしても、その、できなくなっちゃうというか、まあ、お金払って、ね、やれば全然続けられるんですけど、無料で続けようと思ったら、その、時間が経過しないと、新しくゲーム始めらんないとかもあるんで、まあ、その辺もやっぱりちょっと、なんだろうな、コンシューマーゲームの要素とは違うところかなっていうのはあるんで、そういうのにこう慣れてないというか、そういうのそういう感覚でゲームやらない人とかはちょっと気持ち悪いとかあるかもしれないですね。そうですね。課金が結構やっぱメインだと思うんで、うん、なんかそれで若干なんかいやーって感じの人も結構いるんじゃないですかね。あー、そうだね。まあ、コンシューマーとかはまあ、基本円盤買ってね、そこでお金払ってワンショットで終わりっていう感じなんで、まあ、ソシャゲはそういうわけじゃなくてね、うん、ずーっと、基本的には、ね、なんだろう、やらなくなるまで、自分がやめるまで、ずーっと、まあ、その、ね、課金する人は課金し続けるわけなんで、まあ、確かにキリはないですよね。コンシューマー系でも結構でも DLC っていうかなんかダウンロードしてなんかいろいろ増えるのもあったりはしますけど。うん。あれよりなんか、スマートフォンとかの課金が結構色が強いですよね。なんかやりやすいのもあるんじゃないですかね。ボタン押すだけというか、認証すればもうすぐ買えちゃうんで、お金を実際にこう、現金を払うわけじゃないじゃないですか。はい。感覚として。だからまあそういうので、どんどんね、お金使っちゃうっていうのもあるんで、その辺も違いますよね。まあソシャゲに関して言うとあれなんですよね。エンドコンテンツみたいなのって基本的にないじゃないですか。エンドコンテンツ、うん、ラスボスがいて、最終的にこうエンディングが流れるっていうのが、だいたいゲームとしては終わりなんですけど、ソーシャルゲームって、その、どんどん次から次へと要素が、追加になるんで、終わりはないんですよね。はいはいはい。まあ、一応、なんだろう。例えばリリースの時に、ここまでしか実装してないんで、まあ、一応リリースの段階ではここまでですって意味でのエンドコンテンツとかあると思うんですけど、結局ま、アップデートすればね、例えば、なんだろう。ダンジョン増やしますとか、
まあ敵増やしますとかっていうのは全然、その運営側でどうにでもなっちゃうんで、まあそこはちょっとやっぱり違うとこの一つではあるんで、やめ時がやっぱりないんですよね。うん。うん、本当に自分がこう、やめるっていう意思を持たない限り、無駄にダラダラ続けられちゃうんで、まああんまり良くはないですよね。逆になんか飽きさせないっていうのがすごいコンテンツ事業者はなんか必死なんでしょうね、じゃあ。そうっすよね。はい。あ、でもポケゴーとかをやってたんですね。まあ、一応あれもソシャゲかなって気がするんですけど、ね、そうです。いや、でも本当になんかみんな配信始めたばっかりでちょこっとやったくらいでなんかもう、その後はやってないですね、全然。一瞬だけでしたね。確かにね。なんか、ソシャゲって、なんかその、例えばその、ウマ娘でもそうなんですけど、今始めると、もうその時点ですごい差があるわけじゃないですか、他のユーザーと。ああ、はい。そこでその、もう差を見せつけられちゃうと、もうやる気なくなっちゃうんですよ、ね。どんだけ頑張んなきゃいけないんだ、みたいな感じになるんで。確かにその辺はちょっと難しいですよね。はい。まあ、ぜひ、やってください。はい。意外と時間潰しにもなるんで。はい。っていうところからでしたが、ハスノマくんの小ノートないんですけど、なんか自分のやつダラダラ話す感じで大丈夫ですか？あー、ちょっとですね、一点だけご報告がありまして。あ、はい、はい、いいですよ。なんか、たまに V エキスパートの話をちょくちょくしてるんですけれど、うんうんうん、おかげさまで2021年もV エキスパートいまして、うん、年ごとに、1年ごとに、VM 屋さんがこう、認定というかアワードで出すんですけれど、うん、引き続きなって、で、その時ポッドキャストの話で毎度、吉永さんとの、話の中の URL をちょっと実は紹介というか、あげていたので、はい、うん、そのご報告とのありがとうございましたっていう。ああ、はい、いい。多分その時あれですよ。自分のポッドキャストの URL あるじゃないですか。あ、はい。スラッシュ、かかきけけ .com スラッシュポッドキャスト。はい。あれで、さらにエピソードごとにその URL あるんで、蓮沼くんが出てる回だけ貼ってもよかった感じかもしれないですね。ああ、一応そこだけピックアップしてやってますよ。あ、本当、あ、じゃあいいと思います。それなら、はい、はい。よかったよかった。そうですか。なんですか、その、認定されるかされないかっていうのは、なんか基準がある。テストをやっぱ毎年受けたりするんですか？テストっていうかなんか、なんでしょう。レジュメじゃないんですけど、なんかこう、エントリーシートでもないんですけれど、フォームからこう、1年間何にしましたかっていう、入力欄があって、そこに、なんか活動内容とか、はい、ブログであったりとか、ポッドキャストとか、YouTube とかで、なんかこう、情報発信しましたって入れて、で、それを、なんか1ヶ月ぐらいなんかその審査期間があって、うん。それでなんかこう、結果がわかるみたいな感じです、ね。へぇー。それ毎年あるんですか？毎年ですね。で、一応、半年ごとになんかなんか、審査のタイミングというか、その一回ダメでも、夏、だいたい、年末ぐらいから、その募集を始めて、で、2月ぐらいに結果がわかるんですけれど、次またなんか再応募するみたいなこともできたりして、エントリーは半年ごとできるって感じですね。審査があるってことは、一応落とされる可能性も、ゼロではないって感じなんですかね。もちろんあります。ただ、2021年は結構あれなんですよ。新型コロナウイルスのやつがあったので、うん、割となんかこう、セミナーとかも結構、オンライン形式とか結構変わったじゃないですか、1年間で。はいはいはい、はい、うん。なので、特例館で継続認定みたいなところあるんですけれども。ああ、なるほど。はい。なるほどね。一応ってことで、はい。うん。
おめでとうございます。ありがとうございます。吉永さんのポッドキャストのおかげで、あれ、ありますので、はい。お礼を言いたくて。絶対それはないと思いますけど。いや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 。意外と話してますからね。ちょくちょく。ああ、確かに確かに。無理して大丈夫なんですけれど。はい。エンジニアのそういうステータスというか、まあ、いわゆるレジュメ、さっき言ったレジュメとかって、まあ、転職の時とか結構書くと思うんですけど、はい、ああ、はい。そういう時以外って多分、まあ、あんま書かないと思うんですよね。確かにそうですね。うん、で、そういう時って、まあ、自分とかは、まあ、基本的には自分のホームページとかに全部載せてるんで、まあ、その URL 貼るだけなんですけど。そうなんですね。うん、まあでも、資格情報とか、あとなんか自分が公開してるアプリとかの一覧とかは全部もうページに載せてるんで、はい、まあ大体なんかそういうの貼っちゃうんですけど、まあでも、貼ってる内容って結局なんか自分が作ってるプロダクションとかなんですけど、はい、なんかそういう審査する側から見たときに、なんかやっぱどういうコンテンツが一番、なんだろう、インパクトがあるかというか、うん、印象に残るんですかね。その、ポッドキャストの URL を貼るところがあるってことは、一応なんかそういうのも審査する側的には見てるわけじゃないですか。はい。でも例えばそれよりも、その YouTube のチャンネル持ってて、そっちでなんか動画をいっぱい上げてる方が、なんか評価がいいのかとか、それよりも、例えばその VMI に関するオープンソースのツールを作って GitHub で公開してますとか、なんかそういうのがいいのか、はたまた、もう単純になんか資格をいくつも持ってる方がいいのかっていうと、なんかどれがインパクトあるんですかね。そういう意味だと、どれも結構プラスだと思うんですけれども、ブレイキスパートって割と、なんかこうエヴァンジェリストのなんか、色が強いというか、うん、なんか製品をこう宣伝というか使い方とか、ナレッジを公開してる人になんかこう、認定されるものなので、はい。別に YouTube でもいいですし、Podcast でもツール作る、GitHub 上げるでも、なんか、それでも、加点対象になると思いますね。ああ、なるほど。世間一般的に見ると、エンジニアの転職とかの観点だと、また変わってくるとは思うんですけれど、うん、最近だと結構動画とかが結構今、やっぱコンテンツとしてはなんか、強いんですか、その、動画でこう発信するってなかなか、編集技術もいりますし、うん、どうなんですかね。うん、難しいかな、どうなんだろうね。でも YouTube、最近はもうそのなんだろう、YouTube に動画上げるっていうこと自体が割とこうジェネラルになっていうか、みんなやるじゃないですか。はい、うん。で自分もやってるぐらいなんで、そんなにこうハードル的には高くないと思うんですよね。はい。もちろんその編集する難しさというか技術とか、あとその載せてるコンテンツの質とかもあるとは思うんですけど、はい。正直、そんなに差はないんですよね。要するにもうパクリパクられなんで、どれか一つ、もしかしたら探せば、ものすごいなんか、なんだろうな。例えばその、まあ、Ruby とかのやつとか、僕結構見たりするんですけど、その YouTube 動画で、はい、その Rails のチュートリアルとか、いっぱいあるんで見るんですけど、結構、その例えば一番初めの入門の5分間とかはもう大体一緒なんですよ。うん、で、まあ最終的にはアプリケーション作りますとかって話で、で、細かいことはまあこういうドキュメント見てくださいみたいな大体オチなんですけど、はい、まあたまにその Rails とかだとコミッターの人とか、本当にそのガチでやってる人が作ってくれてる動画とかもあって、やっぱそういうのは裏側の話とかもあるんですよ。はい。うん、だからそういうのは、いいんですけど、そういうのって、本当にごく一部なんですよ。全体から見たら。1割とかもっとそれ以下なんで。そうですよね。ほとんどの動画は、なんだろう、もう本当に入門編というか。はい。だからそんなに差はないんで、まあそういう意味だと、本当にただ出してるだけだと、ちょっと価値としては、なかなか見出せないんで、ちょっとニッチに。本当になんだろう、他とちょっと差異がつくような感じじゃないと難しいし、しかもそれが本当になんだろう、埋もれないようにしないといけない。YouTube とかってコンテンツの量すごい多いんで、結構埋もれちゃうし、はいはいはい、検索しても、結局その再生数とか、
ライクが多いやつが上に来ちゃうんで、やっぱそういうのってなんだろう。割とこう、入門編のチュートリアルとか多いんですよね。なるほど。なんか結構難しいのもあるんで、YouTube の動画とかは、割となんだろう、もう、普通になってる気がするんで、やってますって言っても、うん、うんって感じ。まあ、そうかな、みたいな感じ。ああ。の方が印象は強いかな。チャンネル登録とか再生数とか評価とか、がやっぱ指標になって、コントリビューターとかなんか、コミッターとかじゃないと、コンテンツとしてはなかなか見てくれない感じなんですかな。その、YouTube のライクとかコメントって、偽造しようと思えばできちゃうじゃないですか。まあまあまあ、まあ、で、しかも、例えばその V エキスパートの人々、あの、方々だったら、エンジニアっていうコンテキストがある中で YouTube に投稿してるんで、YouTube ってエンジニアの人以外は見るじゃないですか。はい。だから、そういういろんな人からもらうライクよりも、例えば GitHub っていうエンジニアの人しか使わないところでもらうライクとは、多分意味も違ってくるんですよね。ああ。って意味だと、ちょっとやっぱ YouTube 側の評価っていうのは、本当になんか参考レベルなのかなって気が、まあ、ちょっとわかんないですけど、どうかわかんないですけど、それよりもやっぱり、GitHub でスターが何百個とかあるっていうプロダクションを作ってますとか、コントリビュートしてますっていう方が、自分はインパクト強いかなって気がしますけどね。確かに、そうですね。まあでも、わかんないです。YouTube 好きな人はもう、YouTube 側のもう、高評価がもう、すごい、重要なファクターの人もいると思うんで、あそこはもう人によるかなって気もしますけどね。あでも結構そうです。いろんな、なんかコンテンツとかの発信ができていればなんか、うんうん、あの、大丈夫っていう感じなんで、ね、吉中さんも、うん、ブレイキスパート本当になれると思うんで、ぜひあの、今度は、上あればエントリーしてもらえると。毎回言ってる気が しますけど、本当に。なんか自分の中で、その V エキスパートに限ってですけど、はい。まあ、エントリーしても全然いいですけど、嫌だなと思うのは、ちょっとそのなんか毎年継続しなきゃいけないみたいなのが多分モチベーションとして保てないんですよ。ああ。多分一回やったら終わりだと思うんで、一回だけだったらいいんですけど、次年度もお願いしますとかみたいな感じになっちゃうと、ちょっと、いや、ちょっともう、正直 VMA に関しては、最近やってないんでみたいな感じになっちゃうんで、ちょっとそこが自分はネックというか、いや、嫌な感じ。スキルとか、そうですね、あの範囲が結構やっぱ、いろいろだと、なかなかあの、やってことが変わっちゃうと、そうですね、ちょっと難しいかもしれないですね。いや、もう、そのエントリーシートに書く内容が、VMA と関係ない内容でも全然いいんだったらいいんですけど、多分そういうわけにもいかないと思うんで、あ、でも結構 OSS とかの活動でも結構なんか、ありな感じでもあったんですけど、まあ、どこまでかちょっとわかんないですけれど。いや、例えばその、iOS アプリ出してますとか。はい。今年は Swift 書いて iOS アプリ出しましたっつっても、ちょっと関係ないですね、みたいになりそうじゃないですか。一応、VMA さんの中の、なんか、マーケティング的なところもあるんで、VMA の。うん。クバネテスとかだったら結構最近あの VMA は本当にやってるので、そこの関連性とかあったらありかもしれないですけど、iOS はちょっとそうですね、あの、系統がまたちょっと違うと思うので。うん。はい。VMA 系の製品もやっぱり最近はクバネテスと連携したりするってのが多いんですかね？あ、ありますよ。あの、VSphere 環境であの、クバネテス簡単にデプロイできるみたいな。ものもあったりとか。うん。ネットワークのか、仮想化とかでもあの、こう、クバネテス連携、連携やってますとか、いろいろありますね。まあ、クバネテスって、そのストレージとかネットワークって、そのいろんなの選べるんですけど、例えば VMware の、はい、なんだ、V3 ストレージとか。はい。なんかああいうのを、パーシスタントボリュームとか、パーシスタントクラスに登録して、なんかストレージを、払い出すみたいな、そんなんできたりする感じなんですかね。確か V3 とかもあったと思いますし、NSX とかも結構ね、いろいろ、うん、ありますね。ネットワーク系のとこなんですけれども。
あ、はい。あ、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。うん。うん、で、NS、例えば Kubernetes のネットワークに NSS 使いますかって言われると、まあ、自分は部分ってなっちゃうんですけど、はい。なんか使うメリットとかってあるんですかね。まあ、NSX に使い慣れてるというか、親しみがある人はやりやすいんですかね。ああ、どっちかっていうと、なんか、すでに VSphere 基盤使っていて、うん、そのエンタープライズの環境で、で、こうなんかアプリケーションのなんかこう、なんでしょ、基盤というか、配れて使いたいって時に結構なんかすぐにできますよっていう色が結構、強いのかなって個人的には思いますね。うん、NSX 使うからこう、メリットがあるっていうのも一応まああると思うんですけど、基本 VSphere の、VMA の製品なので、うん、あそこのなんか、管理の仕方とか運用が結構慣れてるっていうところであれば多分メリットではあると思うんですけれど、うん、他のところでも機能を使えるところではあると思うので、うん、っていう感じだと思いますね。なるほど。まあ、その、多分触る側、ユーザー側から見ると、ちょっと自分、全然その、Kubernetes プラス、VSphere インテグレーションみたいなのを全く使ったことないんで、完全に想像の範囲で話すんですけど、はい、その、Kubernetes って、ユーザー側から見ると、その、KubeCTL とかを叩いて、まあ、デプロイメントしたりするじゃないですか。はい。要するに、Kubernetes のそのアドミンのエンドポイントに対していろんなこう API をコールするんですけど、そのデフォルトでこう用意されているリソースっていうのがあると思うんですよ。さっき言った、パーシステントボリュームとか、デプロイメントとか、まあ、ポッツとかってあると思うんですけど、多分そういうのは、VSphere インテグレーションでも全然使えるとは思うんですけど、はい。それ以外で、例えばその VSphere の上で動かしてるから、特殊な機能が使えるとか、まあ、Kubernetes で言うとそのカスタムリソースみたいな話とかになるかもしれないんですけど、なんかそういうのが使えたりとかっていうのはあるんですかね？ああ、それで言うと、なんか多分、吉中さん聞いたことあると思うんですけど、VMware Tanz とかなんかいろいろこう、うん。実装はやってるとは思うんですけれど、うん。ただ、そうですね、独自機能っていうか、あくまで Kubernetes ってなんかその、そもそも、まあ、他のクラウドでも別に使えたりとか、うん。セキュバーではないところでも使えたりできるので、うん。それ、独自機能があるっていうのが、だから逆に、なんでしょう、こう、Kubernetes 自体のこう、バージョンアップというか、新しい機能に追随するところもなんか、こういうのあるとは思うので、うん。あった方がいいのかっていうのはちょっとなんか、なんとも言えないとは思いますけどね。ちょっと話変わっちゃうんですけど、昔僕がちょっと仕事で触ってた技術で、Docker コンパチブルな、なんだっけな。なんだっけな。サービスみたいなのがあって、はい。ちょっと名前忘れちゃったな。要するに、VSphere のインスタンスをその Docker ホストとして払い出して、コンテナも VM で動かすみたいな。ああ、はい。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんだっけ。インテグレートコンテナって VIC ですかね。あ、そっか。VIC? そっか、VIC か、はい。うん。っていうサービスをちょろっと触ってたことがあったんですけど、あれのその、なんだろう。なんていうか、アーキテクチャというか、その目指したところって、普通だったら、例えば Ubuntu に Docker をインストールして、その上でコンテナが立ち上がるっていう感じなんで、VM 自体は1台で、その上に、コンテナがポンポン立ち上がるっていう感じなんですけど、VIC は、はい、その VSphere の環境に VM を1台払い出した上で、コンテナも VM で払い出す。はい。ちょっと確か、なんだっけ、なんかそういう早い空論なんだっけちょっと甘えしちゃいましたね。インスタントクローンとか。インスタントクローンか。うん。わかんない。うん。なんかそういう VM をすごい高速にコピーするみたいな機能があって、それを使って、コンテナを作るっていう機能があって、それは、一つその VMware を使う、その、なんだろう、普通の Docker のホスティングじゃなくて、VIC ホスティングな Docker を使うことのメリットとして、
その、全部 VM で管理できる。vSphere の世界で言うと全部 VM で管理できるんで、その vSphere の VM の管理に慣れてる人はかなりメリットがある仕組みだなっていうのを感じたんですよ。はい。ただ、使う側からすると、本当にただドッカーを叩いてるだけなんで、インターフェースはユーザーからのインターフェースとしては全然変わらない。けど、運用する側のアーキテクチャがもう全然違う感じになるんで、はい、そこのメリットを得られるから VIC を採用するみたいな感じなのはあるかなと思ったんですよ。うん。で、話を戻すと、Kubernetes のその、タンズみたいなのを使うと、なんかそういう音痴みたいなのを受けられたりするのかなっていうのもちょっと気になった感じですね。ああ、なるほど。うん。そうですね。Kubernetes のサービスがいくつかなんか確か種類があって。あ、そうなんだ。種類っていうか。それだけじゃないんだ。そうですね。私は整理しきれてないんですけれども。うん。なんかある程度のどっかのバージョンのKubernetes の API というか、VM が手を入れている、バージョンの、Kubernetes は、そもそも vCenter にこう組み込まれていて、で、それがこう、もう vSphere の中でこう簡単にデプロイできて使えるっていうものであったりとか、じゃそれが確かに、結構ブログ探せば、割とまとまってたり、vSphere with Kubernetes っていうのもあるんですね。vSphere Tans っていうのもあるし、vSphere with Kubernetes っていうのもあるんですね。そうですね。ああ、これは、だからさっき言ったみたいに、その vSphere クライアントとかで見ると、1コンテナ、ポッツ、いわゆるポッツが、そのコンテナじゃなくて VM として見えるんで、例えばコンテナ立ち上げても、普通はなんかその管理用の、Kubernetes だったらそのダッシュボードとか使うんですけど、そういうの使わなくても vSphere クライアントがあれば、vSphere クライアント上で、どういうコンテナがデプロイされてるかっていうのを見たりできると。まあ、VIC にちょっと似てますね、はい、感じ的には。あと、そっちの方が結構、リソースの管理というか、制限とかの、CPU あたりも、こう、制限とか、まあ、それが本当に必要かちょっと用途次第だと思うんですけれど、うん。それがこう、今まで延長線使えるっていうところがやっぱ大きいんじゃないですかね。なるほど。vSphere に親しみがあるというか慣れてる人は確かにやりやすいのかな。なるほどね。タンズクバレテスグリッドとかいろいろなんかこう、うん、あるんですね。TKG と呼ばれる卵かけご飯ではないんですけどはい。なるほどね。結構石中さんですよね。VMware のなんかコンテナ系結構いろいろ触っていますよね、うん、うん、もう全然触ってないですけどね。昔っつってももう5年4年ぐらい前なんで、もうだいぶ前だし、今どうなってるかもちょっとわかんないんで、かなり昔の話になっちゃうんですけど、はい、ちょっとあれは僕がさせた時はちょっとまだやっぱ発展途上すぎたかなっていう感じでしたね、うん、逆に最近で吉中さんでどういう技術分野というか、うん、触られてるんですかね。ああ。完全に仕事の話になりますけど、まあ、書いてるのはやっぱ Python が一番多いですね。はい。で、作ってるサービス的にはま、パース系なんで、なんだっけ。まあ、ちょっとこれはギリギリ言えるか言えないかなんで。
明日とかかもしれないです、もしかすると。かもしれないですね。まあ、大丈夫です、いわゆるパースの開発とかで、はい、で内部的に Kubernetes 使ったりとかっていうのをしてる感じですね。そんなになんだろう。なんか変なことというか、はしてないっすね。割と。まあメジャーなのかちょっとわかんないですけど、普通なことしてますね、最近は。なんか特別変なことしてるというか、まあ変というか、まあ、すごい新しい技術ばっかり導入してるとか、そういうのはもう最近はないっすね。なるほど。うん。結構、吉中さんの中の、教科学習の話をされたりとか、結構いろいろなんかこう、いろいろ話を聞いていたので、今度は、どんな技術を何見られてるかなっていろいろ思ったりしたんですけど。最近はなんか新しいのは、めっきりやんなくなっちゃいましたかね。昔というか、まあ1年前ぐらいに、3D モデリングとか学んでましたけど。ああ、はい。そういうのありましたね。そんぐらい。まあ、教科学習とか、その機械学習系も一時期結構やってて、いろんな学習させたりとかしてたんですけど、はい、まあ、全然仕事関係なくそれはやってたんですけど、まあ、その、当時、テンサーフローとかが、まあ、割と出てきた時で、まあ、出てきた時に、いきなりテンサーフローとか触ると、どうせよくわかんないことになるんで、ちょっと一から勉強し直そうかなと思って、その、レガシーな機械学習、例えば、なんだっけ、ベイズとか、まあ、ああいうの習った後に、はい、まあ、教科学習やって、テンサーフローやったとかっていう、その辺は、まあ、やってましたけどね。私、やっとなんか最近なんか、自分、なんか最近 YouTube のあの、動画、ゲーム動画をちょっと上げるように最近なってまして、なんかその動画編集がすごく大変だなっていうふうに思っていて、自動化したくて、こう、動画ファイルの、なんかこう、新判定っていうか、画像解析じゃないですけど、なんかそういうの今、まあ、完全に趣味というか、仕事関係なくやってるんですけれど、これなんかこう、なんかPython のなんか文字あるじゃないですか、文字の検出であったりとか、はいはいはい。なんかその結構、なんでしょう、その機械学習系なんかその文字の認識がいろいろなんかあるっていうのが、やっとなんかこう触り始めたぐらいで、最近なんかそんなこと始めたり、今更かありますけど、ちょっとやったりしてますね。難しいな。動画判定、ああ、それちなみにどんな感じでやるんですかね。どんな感じっていうのはその動画の判定、はい、動画の判定というか動画の判定ですよね。あ、はい。なんて、どういう感じでやるんですか。でも本当にロジックがすごいざっくりというか結構ものによると思うんですけど、まずゲームのシーンってなんかこう。なんでしょう。例えば、その動画の始まりとか、ゲームの始まりって、なんかこう、なんか暗転したりとか、色がなんかこう大きく変わったりするんで、それで、必ずその動画の始まりっていうのは、こうなるから、じゃその時の、なんかまあ、シンプルに考えると、普通に、どっかの1秒のシーンって、画像ファイルで開くと、なんかこう、まあ、全体の黒の割合がこう、ああ、はいはいはい。何十何パーセントとかで、それで分かるので、それでこのシーンはまず始まったなって感じで、検知させて、で、終わりのところも同じ風にやって、で、なんかこう動画をこうカットして、編集するみたいなことを、やったりしてますね。ああ、なるほど。すんごいシンプルなんですけど。それは、なんだろう。インプットとしては、実は動画データじゃなくて、一秒ごとにサンプリングされた画像データがインプットされてるみたいな、そんな感じなんですかね。ああ、そこがですね、すごく、肝になってるというか、大事なところで、最初は全部、なんかこう、一秒、一フレームでこう、撮って、見ていたんですよ、全部。シーンの判別に。ただ、そうすると、すごく時間かかってしまって、やってられないんで、なんか、サンプリング、そうですね、もう、何分レベルで、こう、たまに見て、で、その中で、こうなんか、このシーンはなんかもう終わったから、まあ、これはもう終わりだみたいな判定を入れたりとか、高速化するためにこういろいろ、
なんかチューニングじゃないんですけど、サンプリングしてやるみたいなことをやってますね。それ Python でやってるんですか？あ、そうです。Python でやってますね。それは、Python でできることとしては、その真判定して、カットして、まあ、なんだろう。一応そこで終了みたいな感じなんですかね。例えばテロップつけたりとか、BGM も一緒に流すとか、まあ、そこまでやってくれるんですかね。あ、やろうと思えばできそうなのも一応調べたら分かったんですけど、実際そこまでは実装できてなくて。なるほど。そうですね。で、それ、まあ、それもありますし、あと、多分 YouTube ですね、API あると思うんで、はい。こう撮ったらもう自動的に上げるみたいなこともできると思うので、はい。ちょっとそのなんか、テロップも入れたりできると思うんですけど、なんか将来的にできたらいいなぐらいのレベルで、そんなことはちょっとまだできてないですね、あの、そこまで。まあいいんじゃないですかね。YouTube の動画ってもう大体同じような感じでみんな編集するじゃないですか。ああ、はい。まあ使ってるソフトがみんな一緒なんだ、なっちゃうんですそうですね。いい。なんかまあ機械的に全部やって、ね、できれば、動画の編集結構やっぱ大変なんでね、楽になりますよね。いや、ちょっとあの時間がちょっとさすがにあの、やるの大変だったんで、うん。あとあれなんですよ、あの、自宅に普通にサーバーがあって、うん、でかつ GPU も別になんかずっともう、つけっぱなしにしちゃってるものもあるので、うん、それをなんかこう、夜間バッジじゃないですけど、あ、それにこう回して、なんかこう、翌朝にはこう、自動的に動画が上がってるみたいなのが一番いいなと思ってたんで、はいはいはい、そうそうもったいないので。うん。なんかこう、動画データとかの、なんか、デコードとかって GPU でこう、処理が、若干なんか、高速化できるので、うん、それもなんかちょっと試してみたりとか、やったりしてますね。うん。え？動画、例えば時間が、ね、数時間とかってなると、書き出しのエンコードだけで、結構半日とか普通にかかるんで。そうですよね。うん。さらにプラス編集ってなると、ちょっと、ちょっとね。みんななんか本当になんか、大変じゃないかこれって感じで、私思ったんですけど、よくなんかやってられるなと思ったんで、いや、自動化したいなと思って、はい。でも、有名どころはもう多分自分でやってないですよね。基本的にはもう多分外注。ああ、なるほど。すごいさ、お金があると、そんなことができるんです、ね。そうなんですよね。いや、僕は編集自分でもちろんするんですけど、はい。基本的には、編集をしなくてもいいように動画撮りますね。ああ、なるほど、うん。要するに NG とかに関しては出さない。もし NG しちゃったら撮り直し。はい。で、結局全部その、なんだろう、1から10まで綺麗にストレートに進んで撮り終えたやつっていうのは、基本編集しなくてもいいと思ってるんで、それで撮ったやつをもうそのまま上げるっていうのをやるようにしてますね。あ、失敗とかなんか、うん、あ、なんかこう直したなって思ったりとかないんですか？逆にそれすごいなと思ったんですけど。それは、そういうのももちろんある時だけは、そのカットして、そのフェードインとかフェードアウト入れたりとか、あと早送りするとこはなんか早送りするとかはやってるんですけど、そこも、もうあらかじめ考えておいて、もしここで NG になって失敗したら、こっからここまではもう全部カットするか、もう早送りするようにっていうのを考えておいて、最後まで撮って、そこだけ編集するっていう感じで、まあなんかある程度編集点とかも事前に考えておいてるっていうのはあるかもしれないですね。自分が撮るときは。そんななんだろう。例えば1時間とか2時間とかずっとなんかゲームプレイしてるのを僕上げたりしなくて、本当になんかある例えば敵を倒すとかあるシナリオをクリアするとかっていうので10分ぐらいで終わるのしか基本出さないんで、はい、やっぱりその編集もそもそもそんなしなくて済むようなコンテンツにしてるっていうのもあるかもしれないですね。なるほど。めんどくさいんでね、本当に。あ、こだわれば本当にそれだけなんか時間かかっちゃいますから、ね、YouTube とかそのサムネイルもあるじゃないですか。ああ、はい。あれも頑張って作れようと思えば作れちゃうんで。そうですね、デフォルトだと、
なんか、面白くなんか自動的に、これ面白いんじゃないかみたいな感じでなんかやるとなんか、そうね、それやってほしいね。なんか機械的になんか逆になんかこう、なんかいろいろこうやってみて、このサムネイル、こういう傾向であればなんかこう、クリック率が上がるとかなんかわかればなんか、すごくなんか価値がありそうな感じします。それめちゃくちゃ嬉しいですね。YouTube にアップロードするとデフォルトでこう3枚ぐらいサムネイルをこう、サジェストしてくれてるんですけど、速攻出すみたいなの結構多いんですね。そうですよね。その動画のテーマみたいなのがあって、そのテーマがこう一発でわかるようなサムネイルが一番いいんですけど、全然関係ないところとかチョイスするんで、そこ関係ねえだろうと思うんですけどね。大体なんか、サムネイルっていうのが別で動画じゃなくて作ってる人は結構多いですからね、なんか、見ると。そうなんですよ。すごい大事らしいっすよ。やっぱアイキャッチじゃないですけど、一番初めに目につくのってサムネイルなんで。そうですね。いかにそこからクリックしてもらえるか。なんで、まあもう本当広告みたいな話になってますけど、ね、そうですよ、なんか、SEO じゃないですけど、水な感じの、はい。まあ、そういうのは、その YouTuber の人とか考えればいいわけなんで。そうですね。趣味でやってる人はもうなんか、適当というか、自分がもう、見れるようなレベルになってればいいかなと思いますけどね。確かに。そしたらだいぶ話が脱線しちゃったんですけど。はい。YouTube の話、はい、僕大好きなんで。あ、そうなんですか。はい。YouTube 大好きなんで僕。ちなみにそれは、何ですか、ゲームって言ってたんですけど、その PC でやったゲームをキャプチャーして、あげ、まあ、録画してあげてるみたいな感じなんですかね。あ、PC じゃなかな、コンシューマーキーですね。あー。キャプチャーボードも一応買って。あ。なるほど。ちょっとはい、やってる。いう感じですね。割とじゃあ、ガチじゃないですか、それも。あ、そうなんですか、わかんないですけど。全然実況も何もしてないんで、普通にただ、プレイ動画だけなんですけれど。それは、あれですか。キャプチャーしてライブ配信するとかやってないですか？ああ、いや、それはやったことないですね。うん。逆に吉中さんとかってあります？ライブ配信というか。ああ、テストで一回だけやりましたけどね。へえ。はい。ポッドキャストをライブしたくて。ああ、はい、うん。ずっと言ってるんですけど、全然やってないんですけど。もうそのテストだけやりましたね。結構緊張感出る感じがあると思いますけどね、ポッドキャストで。いやー、もう自分は慣れちゃったんで多分大丈夫だとは思うんですよ。多分トラブルも、ちょっとわかんないですけど、設定が多少 YouTube ライブ用の設定になるんで、もしかすると、はい、その、ネットワークも使うようになるじゃないですか。まあ、今も使ってはいるんですけど、はい、その配信するネットワーク帯も使うようになるんで、そうですね。ちょっとその、例えばこのスカイプ側のその会話に影響がある可能性とかもあるんで、ちょっとトラブルが起きる可能性はあるかもしれないんですけど、なんかその話す内容とか、その、なんだ、話す、なんて言えばいいんだろう。その、なんか注意して話さなきゃいけないこととか。そうですね。その辺をなんか、慣れたというか、なぁ、だから自分がなんか変なこと言ってるのは多分、ね、まあもしかしたら変なこと言ってるかもしれないですけど、もう自分の中ではないかなと思ってて、もしあるとしたら、多分家で録音してるんで、その配信中に、ライブ中に、家族が乱入してくる可能性があるんで、それぐらいかな、心配なんだ。そうですね。確かに。いつかやりたいんですよね。逆になんか今までこうゲストで参加した人全員とりあえず入れちゃうみたいなんで。なんか特別企画でやるのもいいんじゃないですか、わかんないですけど。どうだろうな。どうしてだったら。まあ今出ていただいてるゲストの方、自分も含めて6人なんで、まあ、6人で1個ルーム作って、みんなで会話してもいいんですけど、はい。難しくないですかね。リモート6人って結構大変ですよね。逆に
話まとめる人が、MC の人がすごい大変そうですね。なんか、多分そういう場合って、こういう感じでこう、1対1の雑談とはちょっと違ってて、もう事前にテーマ決めといて、で、そのテーマに対して、1回全員1人ずつ話すみたいな感じにして、で、最後にちょろっとみんなで、まあ、それぞれの意見を、についてどう思ったかっていうのを話す感じとかの流れにしないと、ちょっとなんか収集つかなくなりそうなイメージありますけどね。なんかもはや番組ですね。なんかちゃんと企画書みたいなの作ってないから。そうそうそう。ちょっとね、そういう感じになっちゃいそうな、気がするかな。あとは、あれなんですよね。例えば6人でやって、スカイプでやって、まあ、わかんないですけど、ネットワーク重い人とかいると。確かに。こう、ちょっとラグっちゃって、みたいなのもあると思うんで。ロボットみたいな人に出てちゃって。そう。ありそうですね。できなくはないと思いますけどね。なんか YouTube、ポッドキャスト配信はちょっと全然、発想がなかったですね、あんま。なんか YouTube、ポッドキャスト配信というか、もうなんかその、いわゆるラジオみたいなのを YouTube でやっている人ってすごい多いんですよ。はい、あ、そうなんですか。別にいいじゃないですか、やったって。あ、まあ、全然。で、YouTube でやるメリットとしては、一応 YouTube って音声サービスじゃなくて、映像サービスなんで、はい。例えばなんか話してるときに、なんだろう、さっきだったらじゃあ、馬娘の話をしてたときに、その馬娘がどういうゲームかっていうのを画面に出して説明できるんですよ。ああ、はい。だから、一応聞いてる側としては、聞く以外の手段として見るっていう手段もあるんで、情報の量としてはまあそっちの方が理解しやすくはなるんで、そういうメリットもあるんですよね。確かに。もちろんそのなんだ、ウェブカムつけて、その話してるシーンをライブする人ももちろんいるのはいるんですけど、はい。そこまでする必要は全くないと思ってるんで、必要な時に、その、静止画みたいなのをパッと出すぐらいは、まあできるかなと思いますけどね。逆になんか複数になったら逆になんかこう、テーマというかパネルがあった方が逆に、わかりやすいというか、そうっすね。あったりするかもしれないですね。なるほど。確かに、ポッドキャストは音声だけですもんね。多分そういう人は、ポッドキャストとしては多分やってないんですよね。なんて言えばいい、普通にラジオとしてやってる感じ。ネットラジオ。ポッドキャストって、なんか一応名前ついてますけど、なんだろう。一応なんか企画みたいなのがあって、はい、ポッドキャスト始めるにあたって、その、もちろん録音した音声も必要なんですけど、その、フィードとして配信する必要があるんで、フィードを書いたりしなきゃいけないんですよね。書くというか、もちろんそういうツールもあるんで、例えばそのワードプレスとかに、ポッドキャストのプラグインとかがあって、ブログの記事書けば、それがショーノートになって、フィードに反映されるとかあるんで、まあそういうの使えば簡単にできるんですけど、結局そういうのをホスティングしたりしなきゃいけないっていうのがあるんで、結構、その YouTube に動画をポンって一本上げるよりかは、若干ハードルはあるんですよね、ポッドキャストは。ああ、なるほど。で、もちろん YouTube でそのラジオしてる人は、そこの映像データみたいなのは残るんですけど、それをポッドキャストのプラットフォームに載せるっていうのは、おそらくできないと思うんで、ちょっとそこは多分工夫が必要かな。音声だけ、別途。さあ、配信するようなとこに載せて、そっち側でフィード作って、で、ポッドキャストに載せるみたいな。っていうのが必要かな。逆になんかサウンドクラウド、ポッドキャスト使うのってなんか、飛躍的になんか、ちょっと大変気もしますけど。サウンドクラウド。あ、でもサウンドクラウド普通にできますよね、ポッドキャスト。そうですよね、MP3 とかとか、ね。全然できますね。結局、さがその音声をどこに載せるかっていうのがめんどくさいんですよね。自分はもう全部 Google のクラウド上に載せちゃってるんですけど。そこがね、用意しなきゃいけないんで、自分で。確か、そうですね。っていう話。はい。
あとじゃあ一個ぐらいから話しますか。はい。一応、健康系で花粉症と四十肩書いてますけど。あとネットフリックス系ぐらいか。はい。花粉症ないっすか、鶴間くん。花粉症、なんかでも今年は、なんかちょっと、何もしてないのになんか、ずっとテレワークなんですけど、たまになんかくしゃみがすごいひどかった時はなんか、ありましたね。花粉症なんかちょっとわかんないですけど。うん。いや、僕も花粉症じゃないと思ってたんですけど。はい。花粉症っていうのは、その、病気じゃないと思ってたんで、気持ちの問題だけだと思ってたんで。はい。でも、薬飲んだら治っちゃったんで、多分花粉症なんだなっていう感じですね。花粉症、自分たちのその、仕事だと花粉症って結構致命的になる病気の一つかなと思ってて、ひどい人は目開けらんなくなっちゃう人もいるらしくて、はい、そうすると画面見れないんで、ちょっと業務の効率化はっていう意味だとかなり落ちるんじゃないかなって気がしてるんで、辛い人は結構かわいそうだなって気がしますね。そうですね。目とかなんかも、鼻とかいろいろなんかありますよね、なんか。まあ鼻水はね、最悪もうすすりながらやるとかできるので全然いいんですけど、目はね、ちょっと、その特にあの、画面ずっと見てると、花粉症プラス、なんかドライアイみたいになって、もう本当になんだろう、目開けてらんないみたいな状況になる感じの人もいるらしくて。ちょっとそれ、自分はそこまで広くはないんですけど、目薬刺して、花粉症用の目薬刺して、毎日刺すようにしてて、はい、まあそれだとだいぶ楽になるんで、それでやるんですけど。目薬のものは、まあ大体なんか薬ってなんかもう、錠剤飲むっていうかなんか、はいはいはい。カートさんですけど、まあ、二つかな。基本的には二つで、飲み薬か点眼薬のどっちかを選ぶ感じで、で自分が点眼薬を選んだのは、いわゆるその市販の、薬局とかで売ってる、その花粉症の薬って、なんかアレグラとか、あとは、なんだっけな、はい、あるんですけど、結構その眠くなる要素があるんですよね。薬の中に。で、まあ、それが嫌だったのと、結構自分、眠い薬飲むと結構睡魔来ちゃうんですよ。はい。だから、ちょっとやめとこうかなと思って点眼薬にしたんで、鼻水はもうずっと出てますね。鼻は基本出てて、目だけ大丈夫って感じですね。まあでも仕事が入れば一応まあ、テレワークなんでちょっと、ティッシュとりあえずすぐに、どうにかして、なんとか仕事できますね。感じで対策してますね。なるほど。でも元々、さっきも言ったんですけど、花粉症じゃなかったんですよ、はい、僕は。あ、はい。で、嫁さんがすごい花粉症、元々花粉症持ちで、はい、あなんか花粉症ですごい目が痒いなーっていうのを言う時期があるんですよ。この時期って花粉症飛んでるんで、はい、この時期になると嫁さんがなんかすごい花粉症で目痒いとかって言い始めるんですよ。そうすると、なんか自分も目が痒くなってくるんですよ。いや、それただ花粉がいっぱい飛んでるからなんじゃないですかね。いやー、そんなことないなと思ってたんですけど、はい、まあそれで、なんかそれをなんか毎年のように聞いてたら、はい、なんか毎年ひどくなってきてて、でも今の時期というかもう今の年になるともう完全に花粉症の症状がもう出てきちゃってる感じになりましたね。多分、その言葉を聞かなかったら、今でも全然なってないと思ってるんですよ。いや、そういう問題じゃないと思いますけどね。そうなのかな。まあでもなんか、花粉症って今までなってなかった人、若い時とかに、全然、はい、もう全然大丈夫で、杉の前とか行っても、全然目痒くならないって人が、ある年になると急にこう出てきたりするっていう人もいるらしい、病気らしくて、なんか蓄積してくらしいですね。聞いたところによると。症状がどんどん、年々、花粉症に弱くなってきちゃってて、ね、突如、本当にひどい感じが出ちゃうみたいな。
感じの病気らしくて、自分は本当そういうの典型なのかなって気がしますね。なんか割とどうもひどくな、花粉のなんか量が飛んでるのか増えてるのかってなんか思ってました。なんかこう今年はひどいっていうのは毎年なんか今年はひどいって聞いてたんで、うん、どうなんですかね。なんかその東京に限った話ですけど、その東京ってもうなんだろう、木とかは少ないじゃないですか、都心に、はい、でビルばっかなんで、その花粉が逃げる場所がないらしいんですよね。あ、壁にぶつかってもまたどっかに飛散するんで、要するにもうなんか煙の中にいるというか、もう常にもやがかかったような感じになっているらしく、はい、それで花粉がすごい東京は飛散しやすいっていうのを聞いたことがあるんで、もうなんかもうどうしようもないらしいですね、あれは。なるほど。だからもうちょっとそのなんだろう、例えば平地というか木とかがあんまなくて山から離れてて平地のどことかに行くと、その自然があって川とか流れているというの、まあちょっとそれも難しいかもしれないですけど、とかに行くとあんまり飛散してないとか。っていうのはあるらしいです。あと湿気が多いとことかかな。なんか北海道とかはなんか少ないらしいですね、なんか。そう、そりゃそうかもしれないですけど。雪いっぱいありそうですけどね。杉とか、まあ、花粉が、アレルギーの病気なんで。まあ自分は多分杉なんですけど、なんかヒノキとかいろんな種類があるらしく、まあそういうのの近くに住んでないとか、まあそういうのももちろんあると思うんですけどね。はい、で東京はなんか、そもそも飛散しやすいような環境らしいですね。はい。が、花粉症の話。はい。あとは、四十肩。これも、あれなんですよ。なんだ、本当に、言われなかったら多分四十肩じゃなかった病気の、病気というかなんだろうな、症状というか、の一つで、はい、やっぱ急に来ましたね。昔、去年だったか一昨年にぎっくり腰になったんですけど、あ、そうですか。もう本当それと同じ感じでしたね。急にもう痛くなっちゃって、なんだろう、よく四十肩になるとその肩が上がらないっていうじゃないですか。はい。うん、本当にそのなんていうか上にこう上げるようなその素振りして上がんないみたいな感じでよくやるじゃないですか。そのテレビでおじさんとかが、はい、四十肩なんで全然上がんないんだよって言ってるじゃないですか。はい、いや本当気持ちがわかる感じの痛みでしたね。僕も全然上がんなくなっちゃって、今もちょっと上げるの辛いですけど、なんか本当に唐突に来た感じで、その掃除機を毎日こう家でかけてるんですけど、はい、掃除機かけてって。掃除機ってこう押して、で、まあ、自分は引くときもこう、かけるんですけど、はい。押して引いて、押して引いてっていうのを繰り返してたら、その引いたときに、ぐーって引いたときに、その肩がこう、後ろの方にこう行くじゃないですか。なんて言えばいいんだろう。肘が後ろの方に行く動きがあるじゃないですか。はい、だから、こう、走ってるときで言うと、ああ、はい。うん、走ってる感じの、手が後ろに来たときの、形になったときに、急にピキってきちゃって、もうそっからちょっと、今はまあだいぶ良くなりましたけど、一週間ぐらいはもうほんと辛かったっすね。それはなんかもう、パソコンとかでも若干こう、なんでしょう、手の位置というか、まあ、机とかによると思うんですけれど、その時は大丈夫で、だから手をまっすぐ上げると痛いとかってレベルなんですかね。自分右手だったんですけど、ちなみに痛くなったのが。はい。で、ホームポジションにずっといるときは大丈夫なんですよ。はい。だから、基本的にタイピングしてるときとかは大丈夫で、で、右手でいつも水飲んでたんですけど、はい、それがちょっとできなくなっちゃったんですよ。へー。それが痛くなっちゃったんで、なんでそのときは左手で飲むようにしてましたね。本当になんか、ちょっと動かすだけでもひどいとき痛かったんで、特に痛いのがその、さっき言ったやつ、後ろにこうやるとき、ぐーって後ろに力入れるときはすごい痛かったんで、例えばお風呂入るときとか、ああ、はい。に体洗うのとか、結構背中洗うのとかでこう、後ろに手やるんですけど、それもかなり辛かったですね。
お風呂がなんか上がるときとかもなんかあれですよね。あの浴槽から上がるときも結構大変ですよね。うん、まあ、基本は左手でやって、右手はもう本当に軽くだけって感じにしてましたけどね。うん。うん、いや、だから、ぎっくり腰もそうです、そうだし、その四十肩みたいなのも、多分、もう老いなんですよね。原因。いや、一つとして。とかはあるんじゃないですか、やっぱり。まだ筋力低下とかと合わさって、来たんですよ、多分。はい。だから、まあ、そもそも運動した方が良かったんですけど、ちなみに、その静肩になった時は、結構自分の中で運動してたつもりだったんですよ。意識的に。はい、その外を結構歩いたりとかしたり、筋トレしてたんで、自分の中では、その、今に比べたら、すごい運動量は多かった時期だったんですよ。はい。それでも来たんで、ちょっともうなんか、まあもちろん、肩を意識的に筋トレしてたかって言われると、そんな意識的にはしてなかったですけど、それでもまあ、腕立て伏せとかやってたんで、その時期に来たんで、もうちょっとこれは、その、自分でケアしようとしても、もうケアしきれない範囲に入ってきたんじゃないかなっていうのは結構思いますね。どうなんですか？ストレッチとか、ラジオ体操じゃないですけど、なんかこう、なんか、大きくなんか回したりとか、同じ姿勢を続けないとか、結構そういうところがあるのかなと思ったりもしてますけどね。そうですかね。いや、あると思います。多分、ちゃんと鍛えるべきとこを、なんだろう、鍛えておく。単純に腕立て伏せするんじゃなくて、そのインナーマッスルとかを意識してやった方が多分いいんですよ。やり方も全然わかんないんで、とりあえず本当にただやってただけなんで、もうちょっと意識的にやれば、もうちょっと良くはなるのかなって気がする気はしますかね。YouTube とか見ないといけないですね、じゃあ。これこそ。いや、まあ筋トレの方法とかはまあ見るんですけど、見られてるんですね。まあでもなんか、参考にはするんですけどね。結構いろんな方法があるんで。はい、全部その腹筋とかも一種類じゃなくて、鍛える部位によって全然やり方変わってきちゃってて。いや、その種類全部毎日やるの無理だろうと思って。普通の腹筋とかをやってる感じですけどね。もう最近はちょっとやってないですけどね。なんか本当に、その四十肩になって、なんかもう、すごいなんか落ち込んだのが、運動しててもやっぱ、こういうのなっちゃうんだなと思って、あ、じゃあもうやんなくていいやと思って、いや、何もやんなくなった方が健康ですからね。そうですかね。やった方がいいと思いますけど。まあね、でもなんか、意外とその、ね、自分がやってるぐらいの量だと、その焼け石に水じゃないですけど、ほとんど多分効果ないんですよね。ああ、もっとその、いやでも継続は力なりじゃないですけど、続けるの大事ですかね。有酸素運動とか水泳とか、はい。あとはそのジムに行ってランニングマシン、まああとは走るんですよね。走り込みマラソン的なの、はい、やった方がいいかなと思ってるんですけどね。ちょっと今。あの、二人目も生まれちゃったんで、時間全然取れなくて、そういうのはちょっと厳しいんでできますね。まあでも、実質なんかこう、育児が筋トレ、それなんかしてるかわかんないですけど、なんかむしろそれもすごい大変な労働だと思うので、自然となんかこう、ストレッチというかなんか運動になってそうですけどね。抱っこは確かに腕にはかなりきますね。そうですよね。まあでも、そんな大した量じゃない気がするからな。いや、だから、普段もう運動してない体になっちゃったんで、はい、いや、わかんないですけど、なんか急にこうスポーツをやってくださいって言われることがもしあったとしたら、すごい怖いんですよね。はい、もう怪我するんじゃないかっていうので。多分、体はもう動かないんですけど、頭は動かそうとするんですよ。まだその、自分がその、バリバリ現役でやった時のイメージってまだ一応あるんで、
そのイメージで動かそうとするんですよ。はい。きっと。で、多分それをやったら、もうすぐ怪我しちゃうんですよね。なんか幼稚園とかの時に、お父さんがすごい、張り切って怪我するパターンですよ、それは。いや、ほんと多分、あれが、今まで自分の中では、もう、ジョークなんじゃないかって思ってた世界なんですけど、多分もう自分が遭遇してもおかしくないような、感じになってますよ。いやいやいや。いきなり、なんかすごい、こう、重いというか、こう、激しい運動しないで、徐々にやってれば全然大丈夫だと思うんですけど。そんな急にやらなくてもって感じですけどね。はい、だから、もしそういう時になったら、その自分が思ってるイメージというか、はい、自分が動こうとしてる多分半分ぐらいの力で動くのが多分ぴったりぐらいなんですよね。あ、多分そこがむしろ限界で、それ以上のことしたら多分、ね、どっか筋痛めたりとか、まあ、骨折るってことはまあないと思うんですけど、筋肉痛め、肉離れとかですかね。はい。うん、その急に運動するとなったりするのがそういうのなんで、もうそこが起きてもおかしくなくなっちゃうんで、ほんと気をつけないと。なるほど。怖いっすね。まあ、ないと思いますけどね、そんなことがそもそも。まあ、たまたまなんじゃないですかね。そうね。幸いにもその、はい、今の時期って、そのコロナの関係で運動会とかやってないじゃないですか。ああ、はい、うん。だから、親御さんが参加してとかっていうのもまずないと思うんで。まあ、子供の関係で、うん、親が動かされるってことはまあ、ないとは思うんですけどね。逆にでもあれですもんね、小さい子とかも、と公園とかに行かないと逆に小さくても縮む方になりそうな気が若干浮かしちゃったんですけど、あ、そうね、ちゃんと出さないとダメですね。うん、そうなんですよっていう話かな。はい、長谷川君は健康ですか？ああ、私は健康かって言ったら健康だと思うんですけれど、体重は増えてるんで、良くはないなって思ってますね。テレワークで自炊生活で、いっぱい食べてるか分かんないですけど、ちょっと増えてる傾向なんで良くないなっていう、ね。何キロぐらいいっちゃいました？いやー、でも、5キロぐらいは増えて、はい。困ったなって感じで。はい。5は結構。すごいです。でも、そうですね、他の人にも聞いても、5、6が平均なんで、まあ、平均ですよ。はい。うん。増えてる量としては平均なんで大丈夫ですよ。いやー、でもなんか、減ってる人もいるって聞いて、え、うん、って、あったんで、よくわかんない感じなんですけど。まあ、一応なんか努力してるんじゃないですか？あー、そうなんですかね。それなりの。ご飯食べてないとかじゃないですか、わかんないですけど。それはないと思いますけどね。そうですよね。通勤がないと、まあ、楽ではあり、運動はちょっとやっぱこう、なくなっちゃうんで。そうですね。まあ、自分で管理するっていうのが本当に、まあ、必要なんでしょうね、完全に。コロナウイルスで。自己管理が。お酒。飲んでる感じですか？あ、お酒は飲んでないです、全然。あ、お酒飲んでないんだ。それで、太ってるのはちょっとまずいかもしれないですね。そうですね、パスタとか結構好きなんで、普通にこう、好きな分だけ食べちゃうんで。ああ。それとかかもしれないですね。なるほどね。ちょっと、太りすぎもかなり健康には良くないし。それこそ、運動したらやっちゃう系なんで。確かに。怖いっすね。まあまあでも。たまに走るように、はい。健康であれば、とりあえずはいいかなと思うんで、ね、さっきは、その体の外傷というか、そういう病気の話でしたけど、その内部的に来ちゃうとね、肝臓やっちゃうとか。ああ、はい。
その、コレステロール上がっちゃうとか、血糖値上がっちゃうとか、ちょっとそうなっちゃうともうね、どうしようもなくなっちゃうんで、そういうのはちょっととりあえず、自分はちょっとそういうのはとりあえず今のところ大丈夫なんで、はい。うん、そっちが出ないのがまだ幸いかなって気がしますかね。そうですね。肩とか腰とかでまだ良かったかなって感じですかね。はい。はい。じゃあ、1時間過ぎたんで、あと大丈夫そうっすかね。あ、はい、大丈夫です。はい。じゃあ、また半年後よろしくお願いします。あ、半年後なんで、はい、わかりました。はい、半年後ありますんで。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。